ちょっと西でも行っちゃうかね。そうだね、ましては行こうとしてるのが飛騨の方やから、はい、越後線より来たよ、ね、うん、来た、いやでもびっくりした。この前さ、天理行った時のやつ、編集始めたんやけどさ、亀山に着くまでね、4回分撮れたもんな。動画4本分撮れた。びっくりした。やっぱ一人で乗っとる時よりも、トーク量が多いから、もう撮れなくなるなって言って。あれ、普通のところやったら全然余裕で一本にもならんのやろうけど、うち、ん、は怖いね。喋っとったらとりあえず使うもんな。でも、ね、編集が大変じゃない？うん、編集大変でしょ。いや、逆にさ、カットするところが少なければその分編集は楽になるのよ。がっつり落とすと、だからそういう編集する人はすごいなと思うのは、がっつり落とすと、そうすると普通にやってると前後の話が繋がなかったりしてくるわけさ、がちょっと15分とか切ったりすると、だれそこを補う方法は2つあって、1つはトークの段階でもうテーマごとに話をしてポンと止めて、次のテーマにバーッと話をしてポンと止める、傾きをしといたら、丸と使いやすくなったらそこのところだけカットしても次の話でつながっていくっていうなんかできるけど、もう一つはやっぱ編集だよね。編集でうまいことそこら辺が分かりやすいようにする。上手い人なんかさ、こうなんか数秒間の沈黙とかさ、このあーとかえーとか、そのレベルで切り取るじゃん。あ、そうあれすごいよね。やっぱしね、切り取りしてあるかしてないかでめちゃくちゃ聞きやすさは変わるね。で、うちの動画も気づいとる人は気づいとるかな、どうかな分からんけど、序盤の A は頑張って切っとるっていうのはやっぱ喋りだし、特にうちの場合一人で撮っとるやん。一人で撮っとるといわゆる入りって呼ばれる部分があるんやけど、いわゆる動画の最初に始めるときに企画説明みたいなのがあるやん、まあ今日で言ったら、今日はワンプキャンに行こうと思うんですけどみたいな、ね、お腹も空いてきましたし、そろそろご飯が食べたいな、でも夜食でやってるところならなかなかない、あ、そうだ、ワンプキャンがあるみたいな感じのさ、入りをやったりするやん、よくあるやん、こうなんての、テンプレやん、そうでもここのところってめっちゃ A が出やすいよ、出やすいよね、ただここで A 連発しとると本当に維持率低いのよなもんで最初の導入5分2、3分のところの A だけはめっちゃ細かく切ってる、ほんと 0.5 秒単位でピチ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 ってカットして、もう自分でも嫌になるね、嫌だよね、こんなに言うとたんだよね、その時だけは波形の大きさを一番マックス、1秒が数センチぐらいの大きさになるぐらいまで拡大して、で波形のところを合わせてピチってきて、その間に後半はやっぱエンジンかかってくるとね、喋りがだいぶ回ってくると A の数も減るし、ある程度のところまで行ったらそんなに気にならなくなってくるもんで、かなと思っとるんで、後半は そこまで細かく切ることないし、あとうちのところは多少間を持たせるっていう方式を取っとるから、2つそのメリットがあるもんで、あんまり普通の人はやらんけどね、もうカットしてカットして詰めて中身入れた方が絶対いい動画になるっていう理論やから、主流はね、でうちの場合は何やるかっていうと、間をちょっと間のできたところで白テロップ入れて解説とかを入れとくんよ、そうすればカットする手間省けるし、取れ高増えるやん、その分回数が増えるやん、うまいこと考えるね。多分
普通の人の、やり方だとそれだときついのが、いわゆる今の流行りがあのコムドット光るスタイルなんよ。この手のトークをする場合に何かっていうと、もう1時間近くの動画にする、うん、でトークのところでってやって、それをギュギュッと詰めて1時間ずっとトークしてるところをギュッと見せるとか、うん、1時間超えっていうのが一つね、結構肝になったりするよ。1時間超えなくても40分50分の動画を作る、フルテロップでテロップを入れて、やった時にうちの編集の仕方で、そのやつをやると多分もう3時間とかになっちゃうよ、あまりに長すぎるという動画になっちゃうから、だから詰めて詰めて詰めて1時間にするっていう感じ、カットカットカットしてギュッと詰めて1時間までよ。だから素材は多分 3,4 時間あるよ、をギュッと詰めてでしとるから、うちみたいなやり方やと、あまりに長くなっていすぎるし、ただ1時間ぐらいにしとくと、再生率上がるって言われてるんだよ。いわゆる検索結果に引っかかりやすくなるって言われてる。そうなんだ。長い動画の方が、長い動画の方のがおすすめに上がってきやすいよっていう、データがあるらしくて、なもんで、特にそれでコムドットが40分50分の動画を毎日ずっとフルテロップの動画を編集して出し続けるっていうので成功したもんで、比較的そういった動画の流れが主流になったかな、でも同じく長めの動画を出すっていうとヒカルさんのところ、もう毎日1時間ぐらいの動画とか出したりするから、ヒカルさんの場合は回してる量がコムドットより少ないんちゃうかなと思う。だからヒカルさんその分ずっとトークし続けれるし、でこれは人がいるなっていう時にはネクステメンバーとか他のメンバーを入れて常にトークが回るような感じを作る、ラファさんとやってる時なんてもろやんな。ラファエルさん、わかんない、わかんないけど、多分黙っとる時間ないんじゃん、あの2人で撮ったらと思うくらい、これ、ね、戦略で言うとラファエルさんのところが近いのかもしれん。やってる内容は全く別やけどね、企画も向こうは結構過激な企画もやるし、いうところであれやけど、基本的にラファエルさんのところはね、ほぼほぼ本人公言しとるけど、30分の動画を作るのに、1時間も2時間も喋っとったら撮れ高悪いって言って、大阪の人やから、ヒカルさんも姫路の人やろ、西の人や、西の人って撮れ高結構気にする傾向あるやん、テレビ番組もそうや、東京の人って30分の番組作るのに2時間とか3時間とか収録とかするんや、やけど、ダウンタウンさんの番組とかやったら、1時間の動画、ダウンタウンデラックスとか、ほぼほぼ60分らしいで、収録時間が。喋った分使わない、もったいないやろぐらいの、あれやから、で、行くと、ラファさんのは、もう収録ね、もう、今日の分ね、2日分撮るってとかってなったら多分、もう、はい、ちゃちゃちゃべって、あいつ買っとけよって感じで、あと遊ぶみたいな、比較的だから、これなんか重視なところがあるで、うちも言うなれば、そういう方式なんよ。で、うちの場合は結局、楽したいっていうのもあるよ、もちろん楽したいっていうのもあるんやけど、結構単純な要因で、そうでないと毎日投稿無理、毎日投稿するにあたって諦めたのが、とにかく長時間動画のその波に乗ろうっていうのと、フルテロップ、これやっとったら週1投稿も無理。なもんで、じゃあどうしようかなと思ったら、でもトークは使わないのもったいないやんっていうところがあるで、もうトークするだけトークして、で、それを10分ぐらいに
ってぶった切って、だから項目ごとに10項目ぐらいで10分ごとにブッと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 切って、うん、1時間の動画にするんやったらそれを10分 ×6 で収録投稿、あの週6日と6本投稿にしてしまえば毎日投稿になるよねっていう、うん、まあそれ合理的よね、うん、兼業でやってフルタイムで働きながら動画の収録をして編集してっていうので毎日投稿を続けるって言ったら、あ、この方式しかないなっていうところで、この今のスタンスになったのね。本当はもうちょっと部屋取りとか増やしたいんやけどね、うん、逆にこの方式効率が良すぎて、この前の名鉄ターミナル、名鉄の、あのいわゆるターミナル駅って言っても、あのいわゆる、まあ、名古屋駅にも行ってきたけど、ああいうでかい駅じゃなくて端っこの方の駅、はいはいはい、ターミナル、本来の英語の方のターミナルやな。だから路線図の一番端っこの駅を全て行くっていう企画やとって、あの動画になって全40回、はい、40本撮りだもんね、うん、あれなんて、でも多い方じゃないもんな。一番多いのは何だろう、撮れたか、多分ね、水場鉄道いてとか一番やばい。 あれなんでかっていうと、うん、あの名鉄のやつも近鉄のやつも全部電車移動や、うん、あのやつだけハイブリッドでやってんのよ、うん、あのやつは、あの貝塚まで、あ、岸和田まで車で行って、岸和田から電車で貝塚に入って撮って、でそっからホテルで一泊してっていうところの移動は車で行って、で2日目の朝取りに行くまでのところを車で撮ってってやると、やっぱね、圧倒的に車の方のが効率はいい。だって運転しながらでもまあ喋ることができるやん、うん、まあ、疲れてくると後半誰とって全然喋ってねえって、あのだいたい最後 の2時間ぐらいは10分ぐらいまとめてるぐらいしか喋ってないんやけど、さすがにほぼほぼ向こうのやつ流しとくんなと思って、それはもうあのお蔵入りっていうサブのところで、ね、たまに2時間のクッソ長いクソ動画開けとるけど